理解としては、大賀さん、その決定を覆すことはできないし、それに対して正義は、ない。それは中立なゲーム機の決定でありシステムは物理に通じている。それを、前にしての審判は、実際に物理的な戦争をしたに等しく、結果を守るとき、戦争はない。以前なら、王の権威の一存、であり、その時、重大な影響を与える、誰かがいた、が。それは今、見出すことはできない。大衆の誰が何がそこに勝利をもたらしたか。一応、反落者、特に平成の始まりに強姦致死事件を起こした、新聞記者、その非道にある歪んだ正義は、この事例には適用できない、標的となる、王の権威の妻、に相当する存在がないからだ。その行動には、正義はない。新型コロナウイルスは強奪連鎖を検知すると発症する、独自の断言に、権威性はない。